everything I can to read. Let's do it. バシヒデ Music and Culture。 はい、どうもバシヒデです。今日はですね、こちらエイブルトンプッシュ1を今持ってるんですけども、このエイブルトンプッシュ1、現在ね、ほとんど使わなくはなってるんですけども、これエイブルトンプッシュ2はね、僕こちらにありますね、持ってるんですが、プッシュ2がもし壊れた時にすぐにね、プッシュが使えるようにってことでね、大切に保管はしてるんですけども、ちょっと保管の仕方がね、ちょっと僕的に良くなかったのかなということでですね、ちょっとね、部屋の隅っこの方に置いといたらですね、加水分解というね、わかりますか、結構こうペタペタしちゃって、でこれちょっとね、綺麗にしたんですけども、これよりもひどい状況でですね、もうホコリとかがいっぱい付着しちゃっていたんですね。で、加水分解っていうのは何かっていうと、こういったね、材質、湿気とかをね、含んでしまうと、なんかこういうなんか化学現象じゃないですけども、そういう現象が起こって、こうベタベタするようなね、状態ができてしまうらしいです。で、まあエイブルトンプッシュ1にね、限ったことじゃないんですけども、例えばね、あのレコーダーとかね、あのテレコとかってよく、最近テレコって言わないのかな、こうレコーダーとか、あとはまあカメラ周りのね、機材とかでもよくこういうね、材質のものっていうのはあるんですけども、そういったね、材質の木材を使ってる方も多くね、この加水分解にはね、悩まれてる方っていうのは結構いるみたいなんですね、僕がネットで調べたところによると。で、結構ね、皆さんね、メーカーさんに修理出してピカピカになって戻ってきたとかっていうね、話も聞いたりするんですけども、実はですね、これね、家でもまあ簡単ではないですが、直せるんですね。なので今日はそれをやっていこうと思います。で、ただね、エイブルトンプッシュみたいなね、これ電気製品に限ってちょっと分解が必要だったりするんで、今日はね、これを分解してですね、この加水分解のこのベタベタをね、なくしていこうというふうに思います。それでは行ってみましょう。ピースよ。あ、そうだ、この前それでね、最終的にこれね、色塗ろうと思ってます。これ今ね、エイブルトンプッシュって普通黒いんだけど、このね、色塗っていくっていうね、そこまでやりますんで、ぜひぜひゆっくりと見ていってください。ピースよ。バシヒデ。はい、早速ですね、このエイブルトンプッシュをね、分解していこうと思うんですが、今日ですね、この加水分解のベタつきをなくすのに使うアイテムっていうのが、この重曹ですね。重曹、これをね、水に溶かしてブラシでね、綺麗にしていくというね、ことをやります。はい、これね、結構使えるんで、よかったら実践してみてください。これ以外にもね、なんだっけな、キッチンハイター、キッチンハイターを、ね、布とかティッシュに濡らして拭き取るとかね、そういったこともね、いくつか方法はあるみたいですけども、今回僕はね、この重曹を使ってこのベタつきをなくしていこうと思います。はい、で最後にね、ちょっとね、できるか、これはうまくできるかわかんないんですけど、今日ね、プライマーとかとね、このカラースプレーね、を買ってきましたんで、近所のおもちゃ屋さんで買ってきたんで、これでね、色をね、マスキングテープとか、ヤスリも買ってきたんでね、使って色を塗っていこうというふうに思います。仕上がりがね、ちょっと楽しみですね。じゃあ今からね、分解していこうと思います。分解開始。これね、汗とかが絶対入っちゃダメですよ。汗とかもね、入っちゃダメ。一応ね、電化製品だからね、汗とか入っちゃうと、水でね、電気の通りが良くなりすぎて中でパチッとショートしちゃったりね、する可能性があるんで、汗とかも気をつけてくださいね。ドライバーのね、サイズも、ビスのサイズもね、いくつかあるんで、ちょっとね、なかなかこういうのが得意じゃない人は、やっぱどうしてもね、メーカーに修理依頼をね、出さないといけないかもしれませんね。あとでね、組み立てるのができなくなっちゃう可能性がね、あるんでね。でね、分かんなくなっちゃうと思うんで、必ずね、こう写真をね、撮っとくといいよ。ええ加減そうな俺でもしょうがない、裏切りとかは嫌いね、尊敬し合える相手
けてもどんなに成長したいね。一生一生にいてくれや、いてくれや、才能も全部含めて、愛を持って俺を見てくれや、今の俺にとっちゃお前が全て。このね、つまみの部分、ここね、こう外してあげますね。ほんと、六角のビスがあって、これを取らないといけないね。取れたと。基板取り外し成功。はい、なんとかね、こう分解ができました。こんな感じでね、分解できたんで、これを重曹でね、磨いていこうと思います。はい、で結構このね、パッドの部分もね、ちょこちょここうね、間のとこね、まあ歯の隙間じゃないけど汚れがちょっとあるんでね、この結構ね、もう色がね、ちょっとだけ黄ばんでるかな。うん、この辺も洗っていこうと思います。ではね、重曹をね、使って磨いていこうと思います。重曹をね、適当スプーンをね、1杯分ぐらいをまあ、入れてですね、で、水入れまして、水入れました、今で、ねるねるねるねして、ブラシで磨いていきます。今ですね、重曹でね、磨いて、重曹を薄めたね、水で磨いてみたんですけど、でその後水洗いして、ちょっと拭いてみました。だいぶね、綺麗になりましたね。ほんとすごいな、重曹。うん、ほんとすごい。もうベタベタ感ないね。で前ね、ちょっとやる前はほんとゴムみたいな感じになっちゃってたんだけど、もう完全にプラスチック感がね、蘇ってますね。うん、これはい、というわけで、もうちょっとね、綺麗にしてね、で、その後、塗装していこうかなと思います。はい、今ね、洗面所にね、洗面台なんですけど、水張ってちょっと重曹を入れてね、このパッドを今入れてみましたね、なんとなく汚れが取れるかなと思ってね、入れてみました。どうでしょうか。はい、です。ちょっとね、まだね、このボディぬめりがね、ちょこっとあったんで、もう思い切って洗面台のね、水張って重曹をもうちょっと足して入れて、ここにつけてみました。これからもうちょっとしばらくね、つけてみようかなと思います。で、乾かそうかなというところです。はい、今ですね、洗面、先ほどブラシで磨いて、でさらにね、ちょっとまだベタついてるところがあったので、洗面台にね、水張って重曹を入れて漬け込んだんです。30分ぐらいね、漬け込んで拭いたんですが、若干ね、やっぱちょっとベタついてるところはね、ちょっと残っちゃってるんですけども、全体のそうですね、先ほどよりまあ 7,8 割はね、ベタベタが取れたかなっていうような感じですね。うん、ちょっと僕の、ね、プッシュのこのボディはちょっと状態がね、ちょっと悪すぎたかもわかんないですね。うん、ただ、本当ね、ツルツルにね、なる部分は本当ツルツルになってるので、全く無意味かって言われると全く無意味ではないですね。うん、かなり重曹の力っていうのはすごいなっていうのを感じました。はい、でこれからですね、ちょっとね、ベタついてるところをヤスリがけして、
でね、ペインティングしていこうかなと思います。完全に失敗しました。学習したんでできます、本当は。